緑木県車場。緑木県車場は、大阪府大阪市住の駅緑木一にある、大阪市高速電気軌道の県車場である。本校では併設されている、緑木車両工場についても述べる。大阪メトロ四つ橋線で使用される車両を受け持つ、県車場で、北輝駅から入出庫線を介してつながっている。また、車両工場が併設されており、大阪メトロの 第3機乗方式のすべての車両の全般、重要部検査も担当している。そのため、検査後は4つ8線をた路線の車両が試運転で走行する。また、第2回収場にてこれらの車両の大規模、回収工事も実施している。第3機乗方式ではない車両の一部の機器の検査も担当している。検車場内は月検査線2線、列車検車線3線。 通用サム線2線、車輪転作線1線が設置されている。市電保存館があり、2階付け電車や山水車を含む、大阪市電の車両6両が保存されている。ただし、通常同期は、非公開である。例年11月頃には、緑木県車場内の公開イベントが行われている。1972年11月9日に、4つ橋、 先玉で駅隅の駅公園駅間開通に伴い4つ、バッ線専用の検車場として開設された。かつては、大阪市営地下鉄の車両工場の機能は、アビコ車両工場が担っていたが、御堂筋線の重量編成化が決定されると、アビコ車両工場では、容量不足となるため1986年に、当地に移転し、緑木車両工場が開設された。 大阪メトロゴールデンウィークに過去の車両と検査場を公開へレイラブニュースレールラボ2019年12月13日閲覧大阪メトロフェスティバル開催鉄道ニュース2019年11月18日掲載鉄道ファン railf.jp 鉄道ファン railf.jp 2020年1月9日閲覧 大阪メトルフェスティバル開催鉄道ニュース2018年11月19日掲載、鉄道ファン railf.jp、鉄道ファン railf.jp、2020年1月9日閲覧。大阪市営交通フェスティバル開催鉄道ニュース2017年11月20日掲載、鉄道ファン railf.jp、鉄道ファン railf.jp、A I L 2020年1月9日閲覧。大阪市栄光通フェスティバル開催鉄道ニュース2016年11月28日掲載、鉄道ファン railf.jp、鉄道ファン railf.jp、2020年1月9日閲覧。にわの地下鉄車両基地、緑木県車場、工場管理事務所、緑木車両工場。 naniwa-subway.net 2019年12月13日閲覧ありがとうございます。